シンデレラフィットだ。こんにちは、バッキーです。スマホやタブレットで動画を見る機会がすごい増えてきてますよね。でもやっぱりね、スピーカーが物足りない、音の迫力が足りないと、そんな不満もあるんじゃないでしょうかね。ってことで本日ご紹介するのはこちら。スマートワイヤレスデスクトップスピーカーズと書いてありますね。小さいとは言えないけれども、なかなかの大きさですよね。逆にこれがどのぐらいの音を楽しめるのか、その辺が興味のあるところですよね。実はこれね、スピーカー探してた時点でね、ちょうどレビュー用に送っていただいたんですね。マイクロ USB のケーブルが入ってます。そして 3.5 ミリのステレオミニケーブルですね。で、本体とユーザーマニュアル。これは、日本語でも書いてありますね。取扱説明書ということで、開けていきましょう。ポンポン。よいしょ。はい、こちら。そんなにね、ずっしり重いような感じはありませんね。リーフェイって読むんですかね。中国のメーカーですね。ちゃんと技適も取れてますね。上面に M、まあ、メニューボタンでしょうね。で、プラス、マイナス、で、再生停止と、言った大きなボタンが4つあります。で、この、裏の端子類、電源スイッチ、で、その横にあるのが AUX イン、マイクロ SD カードスロットと USB、で、こちらが充電用、給電用のマイクロ USB 端子という感じですかね。では、まず電源を入れてみます。裏の電源オン。充電多分されてると思うんだよな。結構大きな音鳴るな。これで今、充電はされてるんですよね。バッテリー内蔵式です。なので、アウトドアどこでも使えます。まずはじゃあ何かペアリングしてみましょう。iPhone でいっか。ペアリングするときには、E91 を検索し登録してください。あった。もう出てますね。E91。お、もう繋がったね。ピンポーンって言いましたね。接続済みになってるわ。じゃあね、うちの YouTube の動画を何か流してみましょうかね。今時もマイクロ USB なんてやってらんねえよ、使ってらんねえよって感じしますもんこね。れが iPhone からの音。まあ iPhone はそれでも音いいですから紙自体がね。もうクイックスタートガイドみで、たいこっにから。なっちゃいますね。なんか面白い動きするな。低音がじだいゃあぶ違本いますよ体ちょっね。とこれ近だくからで見映て画まいなりんましかょう見るか。のにはいいのかもしれないですよね。X で、入これちてますら、ね。上このボ辺はリやっュぱームりボ X さタんン、にマイナ強スいとボ思タン、押しっぱなしにするとどんどん下がっていって、プラスボタン押しっぱなしにするとボリュームがちょっと180アッ度プしま回転す。させたら、クッと、これが、で、これをね、一回押すと次の曲、次の曲っていうスこんにちキッは、プワッでキーすでね。す。僕が今、一番気一に時入って停使っ止。てる。お、一時停止も効くんだ、ここで。で、このプラスマイナスボタンで一曲先に行ったり、後に戻ったりっていう選曲ができますね。長押しするとボリューム調節です。M ボタンは何だろう？あれ、マニュアル書いてないな。M ボタンは何だ？メニューじゃなくてモードボタンかな？ Bluetooth モードなのか、オーディオ入力モード。あとはマイクロ SD カードと USB に挿した外部ストレージ、そういったものからも再生できるみたいですね。で、今回僕がこれ何に使いたいかっていうと、スマホやタブレットじゃないんですよ。これね、パソコンで使おうと思ったんですよ。シンデレラフィットだ。ドンピシャだ。我が家の環境にドンピシャでした。マックミニはね、スピーカーがしょぼいんでね、これで、ここのパソコンの画面でも、いい音で動画が見れますね。あとはもう、このモニターに HDMI ケーブルで、ブルーレイプレイヤーとかを繋いじゃえば、もう、ここで映画楽しめちゃいますね。あとは先日ご紹介したこちらの Android TV のプロジェクター。これ、Bluetooth 繋がりますから、
ホームシアターのスピーカーとしても使えますね。こういったスピーカーであればスマホやタブレット以外にもパソコンやプロジェクター、あとはアウトドアなんかでも楽しめますよね。